はい、こんにちは。この動画は、三角関数の地図を作ろうという授業の、今日12回目の授業で、今回は和積の公式っていうのをやります。はい、で前回は積和の公式っていうのをやりましたね。で今回はその積和が和積になったんですけど、積和の公式っていうのは積から和を求める公式だったんですけど、今日は和積ということで和から和を積に変換する公式をやります。で、まあ、ぶっちゃけこれはもう超簡単なので、今日はまあ適当にさらっとやりたいと思います。はい、あとで積和の公式の復習をしたいんですけど、とりあえず今日やる公式はこんな4つの式です。ちょっとズームしてもらっていいですか。積和の公式も、4つありましたね。サイン、コサイン、コサイン、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 コサイン、コサインというふうにありましたけど、和積の公式も4種類あります。で、ちょっと形だけ見てもらいたいんですけど、サインとサインを足したものと、サインとサインを引いたものと、コサインとコサインを足したものと、コサインとコサインを引いたものです。で、ここで注意してほしいことが、すべて係数が1でなければダメです。和とか言いながら、例えば2サイン A 足すサイン B みたいなことはちょっとできなくて、係数は共に1じゃないといけないですね。で、足すのは同じ関数同士です。サインとコサインを足すことはできません。こういうふうにサインとサインを足したり、サインとサインを引いたりとかいうふうにします。まあ、ちなみに、サインとコサインの、足したり引いたりとかは、次回の三角関数の合成でやります。しかも三角関数の合成では、係数が1以外の数でもできちゃったりするので、まあ、ちょっと来週楽しみにしておいてほしいんですけど、ちょっとこっちですか？いきます。はい。そろそろ皆さん、書き進んできたと思うんですけど、地図ですね。一応復習しておくと、加法定理から2倍角をやって、三角、3倍角とやって、前回、積和の公式やりました、これですね。積和の公式は、まあ、こんな感じで、積が和にかけるってやりました。まあ、この角で見えなくていいですけど、で今日やるのはここです。まあ、ちょっとアップしてほしいんですけど、これね。和積の公式ってあるんですけど、これは、積和の公式から直ちに導き出してます。こんな感じで。なので、今日は、積和の公式の復習をしながら和積の公式を導いて、いきたいなと思います。はい、そしたら実際にやっていきましょう。はい、じゃあちょっと証明使う前には、やっぱりみんなで証明をしておきましょう。証明したいんですけれども、さっき言ったように、積和の公式が直ちに導かれるとても簡単な式なので、まず積和の公式を4つ並べましょう。はい、皆さん書いてみてください。本当にはい、いいですかね。ちょっと走りができてなくてすみませんが、一応見ておくと、積和の公式っていうのは加法定理からこれも直ちに導かれるものでしたが、サインの加法定理を足して2で割ったもので、引いて2で割ったもの、あとコサインの加法定理を足して2で割ったらコサインコサインで、引いて2で割ったらコサインサインでした。でここで注意すべきは、はい、マイナス引くプラスでマイナスになって、それを符号を変えておかないといけないっていうのをやりましたね。はい、で一応名前を付けておきましょう。はい、そしたらちょっともう勘がいい人はもうすぐ思いついちゃうかもしれませんが、ここでちょっと気づいてほしいんですけど、積和の公式では
アルファベータ使ってるのに和式の公式ではなぜかラージ A ラージ B を使ってます。はい、そこにちょっと訳があってですね、こんな感じで置くんです。はい、こんな感じで置きましょう。こういうふうに、変数の置き換えって言うんですけどね、変数変換をします。アルファプラスベータを A と置いて、アルファマイナスベータを B と置くんですね。そうすると結構右辺はきれいに書けますよね。 AAAABBBB でめっちゃきれいに書けます。で、左辺がどうなるかっていうと、左辺はアルファだけベータだけなので、これをアルファとベータに関する連立方程式だと思ってアルファベータについて解きます。するとどうなるかというと、アルファは両辺足して2で割ればいいので、アルファプラスベータ割る2で、ベータわかりますか？上から下を引いて、引いたらアルファ切れるね。で、ベータ2ベータになるから、引いて2で割ればいいから、はい、まぁ、ちょっとわかんなかったら自分でこれ、アルファベータは XY だと連立方程式解けばいいのでやってみてください。で、こういうふうにアルファベータについて解けたら、アルファをここに全部代入して、ベータをここに全部代入します。で、ここはもちろん、ABBBB。でよくて、それをじゃあちょっと1番を書き換えてみます。で、この記号をよく使ってるけど、これは同値記号って言って、1番と次に今から書く式が全く同じことを意味してますよっていう記号です。はい、まあ、ちょっと代入するだけなので書いてみると、アルファのところにで、ベータのところにこうなって、右辺が2分の1の sin A たす sin B、OK ですね。はい、こんな感じ。したらもう終わり。ほとんど2分の1をかけて両辺、2分の1をかけつつ右辺と左辺交代しましょうか。きれいにしたいから、2分の1かけて右辺を左辺に持ってきます。は2がついて、その以上ですね。これで気がついたら和式の公式が求まってました。どういうことかというと、 sin A と sin B が2倍の、sin の、2分のここプラス A プラス B と cos の2分の A マイナス B というふうに書きました。はい、ちょっとこっちと、これですね、この式が今求まったと、はい、いうことです。簡単でしたね。やったことは置き換えて2かけただけです。はい、なので他の式も全然証明できると思うんで、皆さんにお任せしたいところではありますが、まあ、あえてやります。はい、2番ですね。そしたらこの2番の式に代入して、もうめんどくさいですけど頑張りましょうね。代入していきますよ、今の式。そしたら sin A plus sin B、 はい、代入しただけで、入れ替えつつ、ノートを取っていきましょうね。最初に2のところに、アルファベータを代入しつつで、左辺右辺入れ替えながら2倍したわけです。はい、 OK ですか。で、コサインサインの積がサインの差で書きました。はい、そしたらちょっとこれはね、簡単だったので次3番いきます。3番もまあやることは一緒なんですけれども、ちょっとコサインだけの式になってますよね。だから最終的に、積はコサインだけなので、和積もコサインだけで書きます。前回言いましたよね、なんかコサインだけで書ける特徴の式が1個あって、その一番最後にはサインなんだけど符号ついてちょっと面倒くさいやつがいるっていうのをやりましたが、じゃまずコサインだけの方を書き換えると、2分の1の
サインの和です、はい、なのでこれ思いつくのはとても不可能だと思うので、一番いいのはね、
まあ、どれやってもできるだけじゃなくて一番いい、2つを選択しないと、きれいには解けません。はい、じゃあちょっと具体的にやっていきたいと思うんですけども、まずちょっと睨んでこことここの差が100になりますよね。170から70引いて100の2分の1だから50が出てくる。あ、こっちも50いる。あ、これだなってことですね。だからこの右の2つでやって計算していきます。ただまずコサイン50度を置いといて、ここにコサインについての、和積の公式ですね。これ2番目の式、2番目の式をやります。で、今ちょっと見ておくと、和は係数2が出て、足したのの2分の1と引いたのの2分の1の、とてもじゃない、両方コサインですね。今ともにって言おうとしてとてもって言ってしまう。こんな感じだから、こっち来て2倍のコサイン、ここは最初のように丁寧に書いておきます。はい、こんな感じですね。で、あ、で、なんか僕さりげなくこれ順番変更してますけれども、これとこれ、これ何回も前から言ってるんだけど、ここ角度に引き算が出てくるときは負の数が出てきたらめんどくさいから、このコサインに関しては、コサイン A とコサイン B が、例えば、A の方が大きかったら、このままいけばいいです。なっていうのも、まあ、足したのはこれ正ですよね。で、引いたのも A の方が大きいから、これ正になります。で、もし B の方が大きかったら、B の方が大きかったら、こっちが A-B が負になってちょっとめんどくさい。ので、まあ、別にコサインはどこを変わっても値変わらないんで別にいいんですけど、まあ、精神安定上良くないですね。なのでこういう時は B の方が大きかったらコサイン A 足すコサイン B じゃなくてコサイン B 足すコサイン A だと思って、コサイン B が左でコサイン A が右にあると思うと、ここ全部反転できるんですよね。だから2分の B プラス A、2分の B マイナス A でできるので、気持ち反対にしながら計算していきましょう。そしたらプラスのままいきます。なので、ここで僕はさりげなくこれ交換しながら計算します。まあそういうことができるところですね。そしたらで具体的に計算していきますが、で、ここがさっき欲しかったらコサイン50度、こことなんか一緒だなと見てますけども、100ある2、50で、240ある2、120で、ここでなんかうまいこと言って、ここがコサイン120度が、まあ、有名角なんだけど、まあ、なんか綺麗にいってしまうわけです。ここがマイナス2分の1だから、2分の1になってコサイン50度そのまま、したらね、ここマイナス1なんで、あ、なんとうまくできた問題ですねってことです。はい、これで、打ち消しあって0になって終わりです。まあ、こういうなんか30和とか30積の問題っていうのは結構なんだかんだ計算していくと、ここで全部0になって消えるとか、なんか2乗で1になるとか、そういう綺麗になる答えは多いですね。はい、まあ、そういうのちょっと注意しておくと、実際答えが合ってるかなんかも確かめて出たりとかできると思います。はい、そしたら今日はこれで終わりたいと思うんですけども、ちょっとこっち見てほしいですか。今日は和積の公式やりましたが、一通り、もう山場は超えたと思ってます。で、まあ、有名な公式とか定理とかは大体全部やりきったので、最後ちょっとね、こう点線になってますが、おまけで、おまけ、うん、まあおまけ、まあ、うん、大事なので、三角関数の合成っていうのがあります。で、合成っていうのはさっき言った通り、係数は共に1じゃなくてもいけて、しかもサインとコサインを足せるっていう、まあ、ちょっと和積の協力版みたいな感じで使えるので、次回ちょっと楽しみにしておいてください。はい、そしたら今日はここら辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。